願いしまはす。はい、今、YouTube とツイキャスが始まりました。映っておい。りま映ってます。やばいですね。す。はい。今日はハロウィンウィークとこういうう感こじとで、で。はこういう感じで。い。それ、人参だったらぴったりでしたね。言ってないですよ。もう始っていうまって感るんでじすか？です。はい。は今、まだラジオは始まってないんですけど、ツイキャスと YouTube が始まっております。はい。あと1分ぐらいです。はい、高坊さん、コメントありがとうございます。はい。あ、右腕ゴリラさんも、あ、武蔵さんもコメントありがとうございます。なぎすけさんもありがとうございます。今日はね、ちょっとエリちゃん撮影伸びてて、もしかしたらどこかで入ってきてくれるか入ってこれないかがちょっとわからないですというふうに言っておりましたので。はい。スターワールドチャンネル。10月28日時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはってほんまおきに。パーソナリティは私、佐藤理央がリモートでラジオを進めさせていただきます。ここからの提供はスターワールド株式会社、ワッフルブラザーズ、ハラコちゃん T シャツファミリー、大自然クラブの提供でお送りさせていただきます。FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信していますので、今週も5時56分までお付き合いください。はよい、ろよしろしくお願いします。はい、今週はね、FM ギノワンさんハロウィンウィークということで、はい、ワクさんにもね、仮装するんですって言ったら、あ、じゃあ僕もしましょうかということで、ね。女装の仮装をしていただけたという、その仮装本当のに、嘘ちゃんですか？ うさちゃん付きでしていただけて感謝です。嬉しいなと思いながら。人間ではないので、今日は上手にお話が進められないと思うんですけど、この点は多めに見てください。おめ、う、うさちゃんですからね。この点は、はい。お願いしはます。い。私もね、ちょっと今、カチューシャつけてるんですけど、ちょっと後ろの背景と、なんかね、こう、リオ消えたさん、り、リオさんそう、は黒猫ですか？そ黒猫ね。う、猫で、そう、顔をちゃんとね、ちゃんあ、おとひげね。描いてきました。はい。そんなメイク感アッじプなんもあっですけど。はい。て。猫が怪我をしてるんですかね、おでそうこでと。すね。はい、おでことここから血が出血てが出るて感じで 書かせている。たどだうきしまてした。ボコボコにされましたね。血が出てる。あ、なるほど。はい、そんな感じで、この番組はね、ツイキャスを使用した参加ありがとう型ございのます。ラジオとして、皆様ともコミュニケーションが取れるようなラジオをお送りしていきますので、ぜひぜひご参加よろしくお願いしますよとろしいうくおこ願いとします。で、はい。では早速前半のコーナーに入っていきたいなと思いますが、今週のコーナーはワクワクハッピーコーナーということでね、ワクさんにお願いしたいと思います。はい。やりますか、あれを。ワクワク。ワクワク。ワクハワッピクハッー。ピー。待っで、て始ね。めますか。はい。では。ちょっと待って。これでいこうはか。い。はい。じゃあ、でそしは。たらば、せーの。せーの。せーの、これで、ワクワこう。ク？ワクはワい。ク、ハッピー。ピー。はい。ぴょんぴょんで、今よろ月しくもお願いし よろしくお願いします。はます。い。今今週の、はい、日テーマと言いますか、は。私から？はい。先月と、まあ先月の続きになるんですけども、今までね、自分がしてきたこと、過去のお話ではなくて、これからこういうことをしたいなという、
未来のお話の一つとして、うん、今日は僕が原案を考えて書いた物語が2つあるんですよ。はいはい。で一つがね、うん、まあこのハロウィンにふさわしく、うん、登場するのが皆さんキャラクターが動物なんですね。うんうんうん、動物のキャラクターが動物のキャラクター。だからワンワンだったり猫ちゃんだったり虫だったり、うん、そういう動物たちが、うん、まるで人間の世界のような物語を織りなしているというストーリー。うんうん、2つ目に紹介する、うん、ドーパとクンクンというお話なんですけども、はい、で最初にお話しするのは、はい、なんていうんですか、ちょっとラブロマンスっていうか、うん、ラブロマンスでアドベンチャーで、で、まあはい、SF ファンタジー、ファンタジーっていうのかな、うん、そういう物語なんですけども、うん、まあ、そのお話をさせていただこうと思います。はいはい。はい、うん、これは、はい、コラボ作品になるんですよね。はいはいはい、はい、はい。うん。で、それで私が紹介する、うん。そうですね、先にしていただいた方がいいかもしれない。僕が原案を考えて、で、文章に起こしたものを、はい、で、僕はほら、プロの文筆家ではないので、なかなかそういう文章をね、はい、しっかり最後までまとめて仕上げる能力はないので、うん、その辺はプロの文筆家の、うん、ちょうどいいタイミングで知り合った、はい、まあ、若手の小説家で、本も出してる、してますけど、うん、まあ、なんていうんですか、そう、メディアに大きくアピールして売れてるとか、はい、そういう人ではなくて、これから、うん、世に出ていこうとする人なんですけど、うん、それがね、野間先生、野間龍之介先生ですかね、さんっていう人でね、はい、でその人に僕の原稿を渡して、うん、それで遂行してもらって、物語にきちっと仕上げてもらったという。なるほど。そういうね、小説家にも、うん、小説家のね、野間龍之介君っていうんで、まだ若い、30代なんですよ。まあ、そうなんですね。うん、で彼もメディア出演は一切されないっていう。まあね、すごく背が高くてかっこいいんですよ。うん、で、スポーツマンで、ね、あんまり僕がこうメディアに顔を出しちゃうと、周りの女性がうるさいからね、奥さんがやきもちを焼くなるほど出さないという、まあそれがジョークですけども、余計に気になるな、まあ、そういう感じで、ね、で、まあ、野間先生からのメッセージをね、はい、はい、ちょっと読ませていただこうかなと思っております。はい、じゃあ野間先生よりメッセージいただいておりますので、はい、楽しいラジオ放送を見ました。なかなか深いお話もあったり、ワクさんの夢が知れたり面白かったです。ラジオ出演の話ですが、せっかくのお誘いですが、お断り申し訳ない。メディア出演はたとえ声だけであろうと NG なのです。コラボ小説については私も大事にしていることなので、できる限りのことはやりたいので、今回はメッセージをお願いします。ワクさんとのコラボ小説ということですが、ワクさんの草案が面白いことが私の遂行を後押ししたことは紛れもない事実。つまらないと思えばいくらつまれようと書かないですから。実は壊れる性の人々の物語は現代の地球の問題も描写されていて、あ、これって私のこととか思ったりしちゃうかも。そして壊れる性の続編も執筆中であります。小説離れとか言われていますが、少なくとも芥川賞、直木賞などの賞がなくならないのは一定数の読者がいるからです。今まで小説を読まなかった人たちも小説の面白さを知っていただけたらと思います。ワクさんとのコラボ小説は壊れる性の話だけではなく、小説サイトにも掲載されていますので、そちらもよろしく。宣伝しちゃってごめん。以上をワクさんの巧みな話術に織り交ぜていただけたらと思います。敬愛するワク画伯へ、野間龍之介よりというメッセージとね、野間さんのね、小説のサイトもぜひ気になる方は、後ほどチェックしてみてもらいたいなと思うんですが、またね、カレンちゃん、このツイキャスのコメントのとこにもリンクアップできそうだったらしといてもらえると助かります。そうですね。ありがとうございます。はい。素敵なメッセージを。ね、これはね、タイトルはね、今のは、うん、
壊れる星の人々ってタイトルなんです、うん、壊れる星の人々って、壊れる星の、これで、まあ、私から物語の、はい、ぜひご紹介を、うん、はい、わかりました。これがね、あの壊れの星の人々っていうのは、うん、さっきお話しましたけども、はい、あのラブロマンスな SF ですか、うん、アドベンチャーなんですよね、うん、で今、うん、僕たちが生きている、はい、あの地球の中のお話に似てるけども、うん、そうではないあの別の惑星パラレルワールドにストーリーが展開していくというものなんです、うんうんうん、で、なんていうのかな、ちょうどね2020年、はい、で皆さんほらステイホーム、うん、ステイホームで、そうですね、コロナ家にいる時間が僕も多くなって、うん、あまりこう外で出られない時だったので、それでまあでもともとね、僕小学校の頃から絵も好きだったんですよ、はい、うん、だから小学校の時にね、1年生の時に学校の担任の先生に褒められたのが、うん、絵は褒められた、うん、はい、でもね、上手じゃなくて下手なんだけど元気があっていいって、一番この絵は元気があって子供らしくていいって褒められたんですよ、うん、でそれともう一つ褒められたのが作文書いて、それも褒められたんです、はい、でこの褒められたのがぴょんぴょん2つだけ2つだけで、そういうぴょんぴょんぴょんって2つな気持ちがずっと今までこの年まであって、でそういうものを自分の中でしたためたものが、なんかこう文章にしてね、うん、たら面白いかなって、ね、最初は遊びで書いたんですけども、うんうん、ちゃんとした物語にしたらいいんだろうかなって、それが始まりなんですよ。じゃあもうなんか昔からこういうお話をなんか作りたいじゃないですけど、うん、そういうのはあったのを、うん、その野間先生にうまくこう、うん、まとめてもらったという形になるんですかね、うんうん、今質問タイムですか質問タイムいきますか、はい、はいはい、私が質問したかったのは、まあ、今回はね、うん、ワクさんは絵を書かれるお仕事されているので、うん、絵を描く枠さんとこの小説家の野間さんは、うん、まあ、同じね創作活動をされていますが、うん、まあ、表現方法としては違うのかなと思いまして、うん、まあ、どのようなねこうきっかけでこうで出会われて、なんかコラボ小説をこうしていこうっていう、うん、どうたどり着いたのかなっていうのがすごく、どこでこう出会われて、うんうん、きっかけがすごい気になりました。それは不思議なことなんですけども、うん、だから僕がそういう最初に「トーバとクンクン」っていう、まあ、半分遊びで書いた物語があって、うん、それを書いて、まあそれはそれでね、何ですか、自分のパソコンの中で、まあ、記事で置いといて、うん、取っといて、時々ちょこっと Facebook にアップしたりして人に読んでもらったりしたんだけども。うん、ちょうどその彼と出会ったっていうのが実際には一度も会ってないんですよ。あ、そうなんですか。そう、Facebook 上だけで、でそれもね、これは88っていう、はい、なんていうの、コミュニティのこういうクラブがあって、88ってね、でこれはまあ細かく、うん、お話ししてもしょうがないんだけど、まあ88ってんで、でその中で彼と、その中でその要するにすごいこうシークレットなフェイスブッククラブがあって、でその中で僕が投稿した文章、うん、物語、なるほど、でそれそういうものがあって、でその、シークレットなフェイスブックの中で野間君と交流が始まって、うんうん、それ で実は僕はこういうお話を遊びで作ったんだけども、彼は、私は自分の小説を書いていますって言うんで、それで、じゃあその小説をね、毎回 Facebook で、こうシリーズで、この物語をちょっとずつ紹介してよって言って、それが始まりで、で彼が自分の最初作品をずっと紹介して、最後まで紹介して、でそれをこう、目をつけて、あ、楽しいなって読んでる女の人とかがずっと最後まで、そういうことがきっかけだったんですよ。だから最初は野間くんのお話をこうずっと読ませてもらって。
で、なるほど。うん、それで、なんていうの、ちょっとずるしいって言っちゃなんかですけど、ぴょん、ぴょんってね、そう、遠慮の壁を越えて、実は僕もね、絵だけじゃなくて、お話をぴょんぴょん書いて、それをなんか、こう物語にしたいなって、ね、せっかく野間君と知り合ったので、うん、ちゃんとした文章にね、うん、仕上げてもらえないかなと僕お願いしたの。あ、すごい快く、うん、彼が快く引き受けてくれたっていうのは、そのフェイスブック上の僕とのやり取りがすごく楽しかったみたいなんですよ、うん、だからお互いにこう気に入ってもらって興味を持って、うんうん、関心を持って、だから他のどんなお話を書いて、どんなそれが稚拙なお話か、うん、そういうプロの人に見てもらうって分かんないじゃないですか。でもね、そういうなんかハートとハートがそこでこう、なんていうの、うん、お互いにこう通じ合ったっていうかね、それがきっかけなんですよね。うん、そういう感じ、すごいですね。うん、もうなんか SNS でね、こう、うん、つながって、そこからこうコラボされるっていう、うん、すごいきっかけが。じゃあその、うん、登場キャラクターのこの、うん、ドーパとクンクン物語のね、解説も、うん、ちょっと画像も出しつつ、うん、はい、ちょっと解説をお願いできたらなと。最初のカラーがいいんですけどね、カラーがね、なんで言ったらこの、はい、この物語はね、こう今ちょっとこれ鉛筆デッサンなんですけども、はい、これは僕が絵を描いているので、自分で絵を描いてもよかったんですけども、うん、僕のお友達の弟さんの人がね、はい、絵本作家さんなんですよ。うん、それで、うん、その絵本作家さんがいろんなそうキャラクターを描いて、こう実際に本も出版してる人でね、その人に物語を読んでもらってキャラクターを起こしてもらったらいい。あ、なるほど。だろうって、それ頼んでもらったんです。で、これが最初の、デッサンなんですけども、ちょっと画像いいですか、はい、ちょっとこれ消してもらって、はい、ちょっとその本を紹介します。ちょっといいですか。あ、はい、じゃあ、この今、画像を一旦落としてもらっていいですか。はい。こういう。お、結構大きい、大きな。うん、すごい。昔、小学校の図書館なんかに、はい、それ置いてあった、こういう絵本を描いてる作家さんに。へぇー。これ、そう。S、うん、探し絵本ミッション100って言うんだよね。これがね、カヒロダ・エマっていう、もう立派な絵本作家で、彼もまだ若くて40代ぐらいだと思うんですけど、そういう人とも、いいタイミングで出会いがあって、うん、すごい。それでこの人にキャラクターを起こしてもらったんですね。これをまた後でチェックしてもらうと、すごい重いです、これ。もうね、なんかすごい大きいですもんね。画集並みでね、そう。うん、これ8000ぐらいするんですけど。わお。と、はい、すごい。じゃあさっきの、キャラクターが。面白いですよ。すごい中の描いてあるキャラクターがすごい面白いんですね。それでまあ彼に頼んで、今のそういう僕の物語に出てくるキャラクターをね、一つ一つデザインして描いて起こしてもらったんですね。あ、じゃあこういう風なキャラクターを描いてほしいっていうのは全部ワクさんが指示されて、うん、そうそう、なんか最初に物語を全部読んでもらって、うんうん、でそこで彼にイメージしてもらう。なるほど。で、ある程度これはこういう感じがいい。うん、あ、じゃあちょっとカレンちゃん画像をいろいろとか、もっとこうウサちゃんみたいな感じがいいか、点々と出していただく。そう、うん、それでね、その順番に、そのちょっと話が前後したんですけども、このドーバとクンクンの方のね、はい、まあ、キャラクター、このキャラクターを最初にちょっとお話しさせてもらっていいですか。はい、うん、お願いします。で、まずクンクン点で、これが、はい、ワンちゃんのキャラクターなんですね、うん、男の子。それで、あとはその中ちゃん点でね、うん、中ちゃん、すごい、ね、これもワンちゃんで女の子が出てくるんですけども、うんうん、はい、で、このクンクンっていうのが主人公なんです。で、あとはね、ドーバっていう金色の翼を持ったね、これが中ちゃん、はい、ドーバっていう金色の翼を持った、展開の道を開く、時空の
王者みたいな人も出てくるんですね。で、あとは、ハリ君とか、ポンポコさんとか、月のワグマの月ゴンタとかね、ほっこり和尚。これほっこり和尚さんね、和尚さんとかね、りんちゃんとか、あと、ユグドラシルっていう精神世界を閉じる大きな木とか、これがあれですね、今のが、これが今の、これが蛇とか、で、ヨタカとか、ブン様、カナとかね、ウサピョンとか、とかすごい量のキャラクターが出てくる。ニョロタロウとかね、イボンヌちゃんとか、クーコちゃん、メギツ、いろんなキャラクターがこう、すごいたくさん出てくるんですよね。かわいい。だから、その最初の、この今の最初のくんくんが子供なんですけども、家を出て、お旅に出て、いろんな人と出会って、そこでね、一つずつね、その玉虫色の宝石みたいな夢を叶えるものを、その出会った人と仲良くなって、その人の気持ちを開いた時に迎えるという、それを一個ずつこういろんな人と出会いながら旅をして、最後すごくこう魂が成長して大人になっていくという、まあそういうお話なんです。でこう今もうこれ一回一通りやったんでいいんですけども、いろんなそういう人と出会っていくので、それを絵に起こして、だからこれはね、絵本にしてもいいかなと思ったんだけど、一応まあこれ、挿絵でね、文章が主体なので、野間先生の文章が主体なので、はい、まあ、挿絵程度にして、文章からこういろんな、確かに。いろんなことを読者にイメージしてもらうっていう物語で、そう、そういう。最終的にはこうアニメーション映画なんかにしたいなと思うんですよ。いいですね。それもやっぱりそう、未来の、未来っていうか、未来のお話なので、そう、すごい。それもやっぱイメージでね、文章を読んでイメージでこう、なんか、さっとね、書けるのもさすが、さっとではないと思うけども、さすがに、そう、一生懸命こう、イメージでね、もう、イメージを膨らまして、もうイメージで書いてもらったのがもうそのまま、ね、イメージ通りっていうことですからね、さすがにすごい。で、ちょっとこれはもう映像の方がいいですよ。一回、はい、落としていただいて。で、それでね、もう一つの方も、ポワレル。ポワレルの物語の方も、ちょっとお話する時間ありますか？はい、大丈夫です。そっちは長いんです。そっちはね、長編なんです。あ、なるほど。これ長い物語で、で、これはね、主人公ね、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、一応主人公が、ルキデバレアさんっていう女性と、サルナカトンナっていう男性と、この二人が主人公で、で、ルキデバレア。で、まあ、地球の中の、そういうお話なんですけども、でもちょっと時空を超えたちょっと異次元の地球のようなんだけども、地球でないという場所の話なんですね。で、それがポアレル星っていうか、ポアレル星の人々って言うんですよ。で、このサルナカトンナ君っていう主人公と、ルキデバレアさんっていう女性の主人公を、これをちょっと逆に読んでもらいたいんですよね。とサルナカトンナ君はなんとかなるさ、という。で、この、だからサルナカトンナの逆から言うとなんとかなるさ。なんとか、なるほど。トンナ君の人生に対する物事のスタンスというか考え方で、まあ、どんなことがあってもなんとかなるさ。ちょっと受け身的な生き方をしている男性なわけ。で、このルキデバレアさんという女性の方が、逆から読むと、やればできる。ああ、なるほど。で、結構、ポジティブで、前向きで。まあ、この二人がね、パイルン。パイルン村というね、村があって、で、そこの、二人とも学校の教師をしていて、で、そこでこう知り合うことから始まるんですけども、で、もういろんな人たちが、このパイル村っていうのは、
なんていうの、ちょっとあのハレンチになったらすいませんけども、このパイル村っていう名前の発想はもともと僕遊びで書き出したお話だ。これはこうパイパイ、パイパイがルンルンするほど楽しい。で、それでパイル村ってね、ネタをアップしちゃうとね、まあ、そんな感じで始まった物語を、そうそう、あの野間龍之介くんが立派なね長編小説に仕上げてくれて、本当にあの奥が深く楽しくて、あの、うん、結構若い人もね、子供も読んでも楽しいだろうし、うん、でやっぱりなんていうのかな、結構ほら小説とか物語とかっていうの、歴史小説なんかでも、例えばそういうお話ではなくても日常の家の中の会話とか友達同士の会話でも、皆さんこうお話しするときに結構過去のことを話していらっしゃいません？そうですよね。大変だったとか、うん、なんか確かにみんなこう過去のね、過去と話題して、うんうん、ね、でもこの2つの物語は、うん、この壊れる星の人々っていう物語と、うん、このトーパとクンクンっていう物語、うん、ではこれから先なんかこう、うん、未来のことをテーマにして、うん、こうストーリーを展開していくという、うん、だからポアラの星はね、なんかそのパイルン村から始まって、でエジプトに話が飛んでいきます、うん、エジプトで、あとはスペイン、うん、そしてずっとそういうところを旅して いながらね、ロサンゼルスとかアメリカとか、うん、香港とかいろんなところをこう物語がどん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 進んでいって、あの主人公がいろんな人に出会っていくんですけども、最終的にはその例えばそのポワレルっていうのは地球とするでしょ、だからこの、はい、その自分たちがいる世界から外の惑星へ飛んでいくんです最後。うーん、でこうそうそう、だからあのスペースっていうか SF の世界入っていくんですけど、そうそう、まあ、まあそういった物語なんですよね、うん、うん、もうこの2作はもう完成はしているけれど、うん、これから出版とかもされていくっていう感じなんですかね。だから出版社とか、うん、出版社とか、そういうとこもきちっとね、ちゃんとして自分たちのこう思いを伝えてくれる出版社とかをリサーチして探したり、うん、あとはそういう実際には出版するにあたってはいろんなステップがあるわけですよね。だからそれもきちっとやっていて、やっぱりね、うん、きちっとしたこう本で作りたいんです私は、うんうん、要するにデジタル、今デジタルで、うん、キンダーブックとか結構それで、ね、うん、ポンポンとんで結構安い費用でできるでしょ、パソコン上で見る小説とか、うんうんうん、皆さんそういうの活用してますよね、ぴょ、うん、けれどもちゃんとした本でそういうものを作って、うん、作ってね、それで僕の思いも入ってるし、野間龍之介さんのね、うん、小説家の思いも入ってるし、うん、あとその絵本作家の人の思いもいるわけだから、うん、それを先月話したような僕のワクワクハッピーな花子ちゃん美術館とかね、はい、僕のミュージアムショップとか、そこでこう販売、うん、販売とか、そこの店舗に並べて美術品と同じものにしていくという、そういう結構ビジョンがあるので、うん、まあ準備段階で、これも2026年までに出版できたらいいと思って、もう大体準備はできてるんですけども、もう物はできてるね、うん。ちょっと話、これがね、ちょっとこれ、うん、これが野間先生の出版した、うん、ちょっと光っちゃってみたかったな、はい。あなたと会えて、あなたと会えて。そう、これ。うん、これはなんか賞をもらった作品みたいで、これ何ですか、キンダーポリオンセレクションブックって言うんで、うん、はい、そのまた分厚い、読ませてもらってね、うん、こうね、うん、ちょっとよく見えないけど、はい、じゃあしちゃって、こういうものもありますよね、うん、うん、まあそういうで絵描きさんなんだけども、はい、このマイク代わりね、急に終わった絵描きさんなんだけども絵っていうのは
絵っていうのは、絵の画面の中に、僕の作品はこう、うん、物語があるんですよ。ストーリーが。うんうん、